ディスプレイの上に設置している LED ライトにディマーが付いているなら、少々の元光、逆光、調整を演出かなこんにちは。YouTuber の伊藤正一です。終 <laughs> わない <laughs> あの。コメント皆さんありがとうございます。これから一つずつ気になったやつに反応したいと思います。僕は実は日本語がちゃんとスラスラと読めないので、常にこういう読み上げソフトとか、 あの辞書を使ってやっててやるのでオンラインでは結構日本人になりすますことができるんだけどもリアルだと結構難しくてだからそういう意味で言うと僕も電子化によってすごく日本で仕事しやすくなってでもいまだにあの国とかに行くと結構紙か配られちゃうんで、まあ、そういうのはまだちょっと苦手です。武力によるる国同士のの戦争ををメタバース上へ移行する世の中を早ければ <laughs> はい僕も希望としては全部リアルの戦争がなくなってサイバーだけで起きるっていうのもベターだと思うんですけどもでもサイバーも随分激しく動いててそれはそれでまたリアルワールドの被害サイバーセキュリティのあの重要インフラの攻撃とかもあるしあとはメールとか電子化によって紙がなくなるって。 みんな言ってたのにも結構まだ紙が残ってるので、まあ希望としてはあるんだけども、なんかこのまま戦争って悪いままで残っちゃうような気がするので、あのまあ期待してます。えっ、ー、と次、ジョーさんでイオンの説明ありがとうございます。とてもわかりやすくて勉強になりました。特に日本人にはわかりやすくていいと思いました。はい。 実は英語でも教科書みたいなのあまりなくてそして Web3 の人たちはもう忙しくてあの Discord っていうチャットのシステムの中で結構質問結構対してドキュメンテーションもすごく遅れてたりするので多分一番いいのは英語の翻訳ソフトを使って英語の Discord とか Web の検索するのが一番アップデートの情報があってでも今度僕も6月に出る日本語の本があってあのこれはまあ最新情報っていうよりも の概念があるので多分多少はあの教科書代わりになるかと思いますしそれとポッドキャストと今テレ東の BS でやってる番組でもいろいろスポットではいろんな新しい出来事とかプロダクトとか商品とかプロジェクトを紹介していきたいと思いますのでぜひその辺もフォローしてください僕はソフトロボットの自立分散制御の研究を,研究を教えていただきたいです。 あのおすすめのツールとかはちょっと考えてみますかあんまりないんだけれどもでもあのロボットの自己組織化とかそれでロボットとブロックチェーンでいうとメディアラボの卒業生でエドワードっていうのがいて彼今度千葉工大の客員研究員にもなってくれてるんだけども彼はロボットに絵を描かせる、まあ、絵を描くロボットが絵の具とかキャンバスをネットで注文して 人間を雇っててキャンバス動かせてでも自動で自分でそんなできたアートを NFT 化してオンラインで転売してそのトークンを自分の財布に入れて買い物したり人間を雇うっていうプロジェクトをやってそれを論文書いたんですがすごく自立していくロボットの話で,でこれ次彼は次やろうとしてるのはイニシャルでは人間から投資を受けるんだけどもロボットが運営する企業みたいなのを作って途中で人間のお金を 払い戻しちゃってロボットのオーナーの,あのロボット企業っていうのを今作ろうとしてたりするんです,すごくロボットとブロックチェーンって面白い分野だと思いますウェブ1とかウェブ2のインフラの上にブロックチェーンがあってブロックチェーンの上に NFT とかスマートコントラクトとかトークンがあってそれを使って DAO があって でそれの全部のこう哲学的なレイヤーも含めて Web3 と呼んでいてで多分それがあると分散型になったり自分の情報は自分のものになったり所有権が出てきたりするっていうのもあるんだけども多分一個ずつの Web は次の上に乗っかってでそれが 分散型から中央になって、また分散されて中央集権になって、また分散にしようとするこの呼吸みたいな感じになっていると思うので、ただ技術は根っこになっているけれども、そこだけではなくてこの大きな哲学的なムーブメントのところもあの注目しないとなかなか分かりづらいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。日本人だとよく知りませについてお話ていただけると嬉しいです。これは多分関口愛美さんの番組とポッドキャストの時に出た話だと思うんだけども、キリスト教とか 結構中央集権の神様一つの神様に対して拝むで仏教もいろいろいるけれどもあのひ、まあ、一つの,こうあの天国と神のところにこう向いてる部分もあると思うんですよねで、まあ、多少仏教の方が分散型かもしれないですけども神道っていうのは自分の家とかこの石とかいろんなところに神様がいてで結構あの分散特にあの産業革命以前の。 徒だともう勝手に神社作ったり勝手にスピリチュアリズムを感じてもいいっていうちょっとアニミズムっぽいっていうのが結構 Web3 のディーセントラライゼーション分散型の哲学に合ってるんじゃないかなっていうのが哲学的な、あのー、Web3 っぽいところなんじゃないかなっていうのがメインのポイントで僕は事例で出すのは NFT を説明するときに宮司さんがちゃんとお払いをしたお守りとお払いしてない守りの違いっていうのは物理的には違いがないけども。あのー おおいいされたお守りの方は欲しいですよねだからこの2つはノンファンジブルなのでちょっと NFT で表現すると分かりやすいんじゃないかなっていうのも信徒、まあの事例でたまに使いますはい僕もあの時ブラックって言った後やっぱりブラックっていうのってネガティブであんまり使わない方がいいんじゃないかなっていうふうに僕も思うので。 わわざわざブラックだだといいうう必要はないと思うんだけどもただやっぱり今の Web3 のコミュニティの中ではお客さんやあのボランティアとかにもちゃんとトークがたくさん行ってあんまり一人がすごい力を持ってないっていうのが彼らの、まあ、美学の一つの特徴なので結構オープンソースコミュニティっぽいところも結構あるのでそれは事実としてあると思うんですよ、ね。ただおっしゃる通り僕もやっぱりコントロールできてるスティーブ・ジョブズが。 iPhone 作ってっていうような部分とそれを Android でみんなに民主的に配られていくっていうこのオープンとクローズのバランスがとっても重要なので,でおっしゃる通り DAO っていうのもいろんなのあってもいいと思うんですねでその多様性があるエコシステムの中から面白いあの発見や発明が出てくると思いますのであの合意しますまだトークンを使って世界中さをででののコーヒーを買う方法とか。 あんまり事例ないけどちょこちょこ出てきてると思いますが僕らの方で今クリプトキャフェとかクリプトバーを作って僕らの変革コミュニティのトークンでしか飲み食いできないっていうのをやろうと思ってますのでそれができたらビデオアップしますのでぜひご覧くださいそれとお店にも来てくださいはいこれで最後です子供にお父さんはお仕事何しているのと聞かれたらどのように答えたらいいでしょうでように取り組んでいると仮定した場合のお話です 多分子どもの年にもよると思うんですけども最近10代の子たち結構 DAO にいて多分 YouTube で YouTube 先生に聞いてる子たちと同じように次の世代の子たちっていうのは僕らより先に DAO に入ってると思うので多分お父さん仕事何してるって,やって,るのっていう感じじで言ってくるんじゃなないかなと思います皆さん「LIKE」とか「コメント」たくさん送っていただいてありがとうございます。 次のビデオでは Web3 とはを Web3 とはで紹介したいと思います。それじゃ